北陸 YouTube 過去仮言い出しペダイオロです。今日は動画のタイトル通りですね、久々にゲーム部の復活というかですね、ゲーム部をやっていきたいと思います。タイトル通り原神じゃなくて原神って言うんですけども、いつもね俺原神って呼んじゃう富山にもね原神っていう、スーパーがあるんですけども、原神ですと、これ結構有名なゲームになってまして、基本プレイが無料オープンワールドのゲームになってます。グラフィックは出てくるキャラクターとかですね、そういうのが可愛かったり、かっこよかったり、結構人気なゲームになっております。なのでね、すいません、今日はゲーム興味ない人はちょっと見ないと思うんですけども、興味ある方だけ最後までぜひ見てください。でこのゲーム多分元々は中国の方で制作されてるみたいで、いろんな言語のバージョンがありまして、その中でも、一応日本語バージョンというのもありました。と声優さんがね、また日本人の方で送られてるので、でその中で自分の好きなね声優さん、津田健次郎さんとか、他にもいろんな声優さんも出てらしてて、でそれもあるし、公式のこの原神の YouTube チャンネルもありまして、イベントの発表とか、バージョンアップの発表とか、俳優さんの山田孝之さんとかもね、実際にプレイしてる動画が出たりしてます。でこれを知ったきっかけは SNS で Twitter でよくね流れてくるんですよね、他の人のプレイ動画とか、やっぱグラフィックとかキャラクターが綺麗なので、それを描いてる動画とかイラストがよく見かけて、そしたらたまたまですね、富山のタレントさんというかコスプレイヤーさんというかダンサーというかですね、ブラックスワンさんがね、ブラックスワンとあやねのなんでもやチャンネル動画がありますけども、そこで原神のプレイ動画がアップされてまして、でまあ見たところ、まあ自分もやってみたいなと思いまして、興味がある方はね、ぜひブラックスワンさんの動画を見てみてください。それで実は自分パソコン版でやってるんですね。プレイステーション版とかもいろいろスマホ版っていうのもあるらしいんですけど、まあスマホ版が一番操作が難しいらしくて、簡単にできるけど要は難しい操作がすごくしづらいっていう話です。で一番やりやすいのがプレイステーション版で、まあやっぱゲームのコントローラーですからね。でやりやすいんですけど、でパソコン版も一応ゲームパッドね、ゲームのコントローラーをつなげて遊ぶこともできるんですけど、始めた時が自分コントローラー持ってなくてそのまま始めちゃったんですよ。そしたらマインクラフトの時もそうでしたけど、操作がちょっと似てたので、まあできるかなと思ってそのまま始めたんですよ。まあそしたらね、難しくて、でブラックスワンさんも多分ねキーボードとマウスでやってらっしゃったと思うんですよ。今はどうかわかんないですけど、まあ、分かりにくいと思うんですけど、いつも手の位置こういう風に持ってきてます。マウスがありまして、これである程度そのカメラが動くんですよね。ダブルで前進で A で左 D で右で S でバックですね。でスペースキー、これでジャンプです。飛行する時もここタタンと素早く押さないといけない感じです。人物を変える時がここ 1,2,3,4 ここですね。キャラクター変える時ここです。で9が元素爆発ですかね。なんかどでかいね、チャージした、元素を爆発させるっていうやつですね。で E が、普通の元素攻撃、なんかね、長押しして攻撃したりします。このマウスの このクリック、左クリックよく使いますよね皆さんね。この左クリックで攻撃するんですよ。これで攻撃で、こっちでダッシュ、こっちでダッシュできます。コントローラーだと右手のねボタンのとこでね、プレイステーションのコントローラーで言うとこっち側で全部攻撃とかジャンプとか行動系ですよね。
なんかアクション系がこっちで操作できて、でこっちで移動系、あのキャラクター十字キーだったりキャラクターの移動に使うんですけど、もうそうじゃなくてもうこっちが攻撃で移動がここにもあり、でこっちのキーで移動しつつこっちのキーで攻撃のボタンがここにあるアクションのボタンがここにあるっていう感じです。なのであのね、結構こんがらかる感じですね。なので難しい戦闘ができません。とてもじゃないけど無理です。でもうこれ慣れてしまったらもうコントローラーに戻すことももう無理です。もうこれで慣れてしまったんで、もう今度コントローラーに急に戻されるともうどのボタンがどのボタンかもうまた感覚がね慣れない、まあ慣れなんですけどね、結局ね慣れなんですけど、これでやってます。はい、で B がバック、ちょっと消えてますけど、ここ N ボタンで、これが M ボタン、 M ボタンでマップを開きます。で、V ボタンで追跡、目標追跡で、C ボタンでキャラクターの画面を開きます。でよくね、アクションなんていうんですかね、話しかけたり、物を拾ったりアイテム拾ったり宝箱を開けたりっていう、アクションをするのがこの F ボタンなんで、こうやってダブルを押して走りながら F ボタンを押す感じで、戦闘中はこの幻想爆発とかのボタンを押したいがために、ここを押しながらこのサイドの攻撃ボタンを押すっていう器用なことができないので、もうね常に俺左に回ってます左に回り、この左に移動するこのボタンを押しながらカメラワークで、敵を見据えながら、でこっちでボタン幻想爆発とかジャンプしたりで、ここで幻想攻撃ですね、やってますね。で切り替えの時にどうしても間違えるんで、いや結局何をやってもなんか違うことをやろうとすると間違えるんですよ。でこれを押したい、ね、キャラクター変えたいのにこれ見ずに押してるんで、もういきなり幻想爆発をしちゃったり、ね、これからいざ前進もうっていう時に幻想爆発を押したり、なんか攻撃のボタンを押しちゃったりっていうのはよくあります。まあそんなわけで、まあキーボードとマウスというちょっとね難しい操作方法をしながらですね、今日は第3層の攻略、新京螺旋っていう、場所がありまして、でそこの第3層を攻略すると新しくキャラが、入手できる、そのキャラの名前が、シャンリンという名前の可愛い女の子ですね。でこの子がね、炎属性で槍使いなんですよ。で自分のキャラの中でまだ槍を使えるキャラがいなくて、で結構ねガチャ無料の何か原石みたいなものを集めて、でガチャができるんですけど、1回か2回やったんですよ。で結局キャラが全然ゲットできなくて、でもエンヒっていうキャラはゲットできたんですけど、その他はあんまりちゃんとしたなんか強そうな、星5レアキャラ、星5なんですけど、そのレアキャラがゲットできずに、
ナナナンナンナナナンナンキラッ。で槍を使えるとにかくキャラがゲットできないまま、まあ、そこそこいい槍のアイテム武器もねゲットできてるので、この槍を使える子をゲットしたいなということで、今日は、第3層を攻略していきたいと思います。
しいや、はあ、へったはあ、でやでやでへったでやと共に去れ。へっちゃー。はい。それ、しびれなさい。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね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 。ちょっとビリビリさせないとね。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。くじ。でよ。は。は。でよ。
しびれるぞ。本当に説教おとなしくしやがれ。
ちょっとビビリビリさせないとね。逃がさないわよ逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね病みつきにならないでね。ちょっとビリはっとはっビリビリさせないとね。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。そんな乱暴はやめて。逃がさないわよちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ逃がさないわよビリビリさせないとねちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。頼んだわよ。ビリビリさせないとね。逃がさないわよ。ちょっと綺麗にしませんと。騎士の風格に気をつけます。
私はB ウェイから来たコックのシャンリー。最も得意なのは様々なロ、ロ、リョ、私は B ウェイから来たコックのシャンリー。最も得意なのは様々なロ、ロ、熱々でしょ。